Thank you.
テニシールです。よろしくお願いします。6年目、7年目に入りましたね、勝手にシーゲルも。でも実はライブ6回目なんですね、これで。1年に1回集合しましてですね、4月にあったみんなの顔を見ると。それで、大体今日で約 今年の活動8時間目ぐらいですね。そしてまた来年会うというようなバンドでございまして、なかなか、ね、年に1回、まあ、あの北さんのおかげでこうやって、今年も出させていただきましてありがとうございます。北さんのおかげで我々続けられております。他からオファーが全く来ないもんで、どうしたもんかとみんなで悩んでるんですけど、まあそれもいいかと言いながらやり続けております。今年はですね、あの去年、まあ、あの北 P からプロデューサーの方からジュリーをやれというご指名がありましたので、今年は全曲ジュリーでお願いします。ということで、まあ、1曲目はあの証券がね、この間残念ながらなくなったので急遽 SE に、傷だらけの電車を入れましてですね、海の上バンドやった。あ、そうやね。あ、ほんまやね。で、まあ、1曲目レイジンと、2曲目は五十肩が手を挙げる勝手に仕上がりを聞いていただきました。痛いのよ。まあそんなこんなで、まあ、ちょっと時間もないのでずずいっとやりますんで、皆さん最後まで楽しんでいただけたらいいななんては思ってますけれども、みんなドキドキでやってますよね。はい、じゃあ最後までよろしくお願いします。
やばいですね。もう朝からもうこれ3時間目ぐらいでしょ、僕ら。もう足元ふらついてるんですね。いやいや、俺ずっと座ってたやん。はい。はい。年上年上で意味出さなあかんでしょ。どこに刺していいか分からへんので空中ばっかり刺してるんですけどね、結構気にする曲ですね。ほんで別れる曲なのになんでこんな明るいのかねと思うのか。ほんで別れる曲やのに人に手拍子してもらうって分からない曲ですよ。先輩、ギターがええから全然大丈夫言うとったんじゃん。このギター何もですか。さらやったら60万ぐらいするんですか。あ、150万らしいですよ。カルロス・サンタナがこれ脱税でこれ買うた金なんですけど、あのやつなんですけど。
ギターが大丈夫やから俺は大丈夫ねって朝からわけわからんことずっと言ってましたですね。いざ本番となったらこうなっちゃったっていうね。今のはなかったことにしてください。最後です。どうも今年もありがとうございました。また来年来年もよろしく。あ、来年も今オファーでよろしいですか。ありがとうございます。来年は何したらいいんでしょうかね。ジュリー。来年もジュリーですか。もうすいません、僕の劣化が止まらないんですよ。ジュリーっていう、もう年じゃ、ほんまもう今度やろうと思ったらもう20キロぐらい太って、ほんで白髪にしてヒゲちゃんちゃんになって、ほんで来てドタキャンしますって言うしかないんですよ。いや
70までは無理やわ。もう勘弁して。まあ、今年も楽しくやらせていただきましてありがとうございました。いろいろね、いろいろ中ではやらかしてるんですよ。僕もやらかしてますし、でも最後は笑い飛ばすという、まあ、1年に1回やからこんなもんですよね。そしたら勝手にしげるまた来年っていう本当は言うとこなんですけどね、実はですね、今年はですね一本オファーがありました。6月の16日ですかね、マザーポップコーンさんで、なんかそれなりにすごいイベントなんですかね、ね、まだ詳細は言えないんですよね。ちょっとすごいことになるかもしれないです。これ終わって一応夏ももしかしたらあるかもしれないんですけど、その時はちょっとダイエットみんなでせなあかんよなっていう話ですよね。ということでまた詳しくはシーゲルにFacebook を皆さん見てください。大概皆さん分かると思うんで、そしたら、ラストですね。早いね、やってしまうと、いや、やってないね。ほな、アンコールする曲がないのよ。ごめん、もう大変なのよ。そう、そしたらラスト皆さん楽しんでください。